論文とか留学中にたくさん読んだっていうのが、それがなかったら多分入試英語だけ勉強してたら読めなかっただろうなって思います。早稲田の復興2020年とか社学の2020年、個人的にはやっぱり一番難しいなっていう印象はある。始めましょう、もんちチャンネルです。今回はですね、熱い英語のあつさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。ワカム。そうだ、こっちが来たんだ。そうでした、私が今来たんでした。はい、ですがすごいですね。もう金の盾も飾ってあってね。これ最初もらった時は全然こんなんいらないやと思って段ボールの中に入れてたんですけど、これどうすんのと思って、そう、壁とかも穴開けられないしとか、こうやって置くとね、結構かっこいいんですよ。森手さん持ってますよね。ただ呼びの。ただ呼びの。で、10万人、あ、おめでとうございますっていうことで、それもまた来るんですよね。そうですね。だからもう2枚。そうですね、2枚。いやもう銀の盾コレクターという。いやあんまりぐらい金どんどんもう1個作って、もう1個作ってみて、今日はどんなプレゼントが生まれるのかな。ねえ。花束が。ちょっと、後で渡します。はい、そのあつさんなんですが、どうですか、最近はもう忙しい？あ、そうですね、結構忙しくて、まあ、ディスティンクション3とか作ってるんで、そうですね、そう、ディスティンクションって作るのすっごい時間かかるんですよね。あれがもう本当に今の、まあ、主な仕事みたいな感じになってて、そうですね、まあ、ニックもね、録音してます。そうそうそう、ニックもあるから、ここでこんなん使って、そうそうそう、録音してもらって、まあ、すごいナチュラルな音声で吹き込んでもらって、音が消えたりとか、そういうのは、もう完璧に普段の会話と同じように読んでもらってて、いつ頃出る予定ですか？あ、8月中にはとりあえず告知ができるかなっていうふうになっています。8月中には告知ができる。まだ日程までは。そうですね、でもまあ9月ぐらいには発送できるようになるのかなというふうに。そうです、楽しみにしておいてください。そのあつさんですが、最近どうも入試問題いっぱい解いてるらしいじゃないですか。あ、そうなんですよ。なんか今夏休みですよね、多分。そうですね。と思って、夏休みの人に、まあちょっとでもなんか、フィードバックできたらなということで、入試問題をガーンっていうことをちょっと解いてみたんですけど、どうですか、入試問題実際やってみて。ああ、なんかここまで解いてきた入試問題は、ものすごい難しかったみたいなのはなくて、その、早稲田の理工の2020年とか、社学の2020年、でも社学の2020年とかって本当はちょっと簡単なんですよね。正誤問題。そうですね、うん、そう、それを解いたから、だから答えれたのかもしれないですけど、やっぱ読解の方はやっぱり受験生にはもう全く見慣れないような内容、単語がバーッと出てくるので、普段雑誌新聞とか読んでる人だったら読めるんですけど、受験生にはやっぱきつい。これまで他にもいろいろ入試問題解いたことあるんですけど、個人的にはやっぱり一番難しいなっていう印象は上智なんですよ。おお、上智。上智が一番難しいな、個人的にはすごい難しくて、なんかアメリカのカルチャー的な、ああなるほど、そのホワイトハウスとか、あ、ベースボール、野球、野球の話は野球の専門用語とかは出てきて、あれが分かんなかったらもう分かんないんだろうな。なるほど。じゃあ文章の難しさ、単語の難しさというよりは内容、うん、内容がつかめないですね。何の話してんだろうみたいな。なんかホワイトハウスのなんかその修復とか、そのホワイトハウスの中にあるプロパティを外に出せない法律を作ったとか、なんかそういう話とかあるんですけど、まあなんかアメリカでは有名みたいなんですけど、私全然知らないんで、アメリカのそういうニュースとか知ってる人は解きやすいのかなと思いますけどね。なるほど、そっちの目線ですね。単語とか文法とかの、あ、そうですね、読みにくいのは確かに早稲田の理工は読みにくいなと思いましたけどね。ニックもだってこうやってやってました。本当にニック解けなかったんですか？本当に解けなかった。本当に解けなかった。大丈夫か。ニック心配なんだけど、本当。日本にいすぎて触れてないというところがあると思うんでね。確かに結構やっぱネイティブたちも分かれちゃうんで、答え。あ、そうなんですね。早稲田の理工は。16年かなんかが一番揉めたんですよね。で、それでうちのチャンネル出ても一ノ瀬杏先生とか、バイリンガルの方とかやった時も「えっ何これ」ってなんか宿題として僕出したんですね。こう解いてくださいって。大問1でもうやめました。あ、そうなんですね。難しすぎる。もうこれやったらもう日が暮れちゃうみたいな、時間めちゃくちゃかかっちゃうから。え、あれってどれぐらい解ければいいんですか？半分いかないで合格する人いっぱいいると思います。あ、そうなんですね。やっぱり理系科目で6割食べれば御の字って、もう御の字どころじゃないです。すごい、もう素晴らしい。6割取れるんだったら素晴らしい。あ、そうなんですね。やっぱ専門的すぎるんで、菊池さんがうちのチャンネルでよく出てくれる「タイム」毎週読んでる人が「何言ってかさっぱりわからん」みたいなのがあるんで、じゃあ無理ですね。じゃあ無理だな。問題自体は解けるけど何言ってかさっぱりわかんないみたいなのが。ああなるほどね。あでも確かにそんな感じにちょっと近かったかもしれないですね。そういうふうになってるんで。あとおすすめは富山大ですから、今年は富山大がおすすめです。2020年。あ、難しいんですか。富山大の内容がおすすめです。富山大は国立のくせに医学部のやつはこう力を入れてるんで、今年は背景知識がまずないだろうっていう内容だったんで。何なんですか。タフトセルっていう。タフトセル。そうです。普通そうなるんで。セルって細胞。細胞です。タフトセル。タフト細胞っていうのはまず知らないと思うんで、僕一箇所なんでこんな話をしてるんだっていうのがあって、なぜいきなりそんな話になったのかわからんとかってウィキペディア見て分かりました。ウィキペディアでタフトセルをこう解説してやって、あそういうことかと、だからここでそんなもう背景知識を前提として書いてあるじゃんみたいなあったんで、そことかあとは慈恵おすすめです。慈恵医大。慈恵医大、はいおすすめです。東京慈恵。わかりました。ちょっと今度じゃあ難しいの教えてください。そうですね、それやって解いてみて。今あそうなんですよ、菊池さんに解いてほしいの募集ってやったんで、その動画見ればそれもあつさんにもおすすめ同時でいくと思うんで、これでみんな視聴者たちもあっあつさんがって見れるから。まあでもあつさんもすごい勉強してこうみんなに励みになってちょくちょくですか。これとかそうですね、これとかこれは英国公認会計士かなの勉強した時のやつですかね。まあ見えるのかな。そう結構いろいろこれが4冊ぐらいあすごいねやっぱり。いやいやいや、やっぱこういうのやるから入試問題もね見え方が違うんですよ。いや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 、英語のものに触れないで受験英語だけやってるとわからないものがいっぱい見える。一回英語でなんか勉強してみるっていうのは挟むのもなんかありかもしれないですけどね。まあ受験生はそんな余裕ないと思いますけど、大学とか入って自分の専攻英語でやってみるとかするとまたね自然な英語を身につくかもしれないですね。自分自身もやっぱ論文とか留学中にたくさん読んだっていうのが大きいので、それがあるから入試問題のそれも読める。やっぱそれがなかったら多分入試英語だけ勉強してたら読めなかっただろうなって思います今。結局あれですよね、なんか英語って全部英語じゃないですか、まあトイックとかもそうだけど990までしか測れないけど、なんかこうトイック満点って森哲さんもそうだと思うんですけど、トイック満点の力でトイック満点取ってるんじゃなくて、多分トイックでいうと3800点とかそういう点数を持っててで受けたら自然と満点になる。そういう感じですよね。そういう感じです。なんでね、そうなんですよ、そういうふうにやってくればできるってわけさ。トイックの勉強はしないですし自分自身もやっぱりそれがあるからなんで、あ先生がそうそうそう落とし合いの仕事なんで、足の引きずり合いで倒す仕事みたいな感じで仲良くやろうねじゃないんです。じゃないです。ちょっと YouTube と違いますね。そうですね、 YouTube どちらかというとみんなできる限り仲良くやってる感じじゃないですか。分かんないですよ裏では。裏ではこう悪口やるかもしれない。嫌ですけどねそういうので、そういう実社会でも汚いのにあんな SNS で世界中に放たれたら。今どうなんですかね、みんな夏休みはちゃんとあるんですかね。まあ短いところは本当1週間とか2週間高校生そうそうそうなっちゃってますね。大変ですね。そうです、もう夏季講習とかも大変です。だから取れないみたいな学校あって、でもうめちゃくちゃな状況になっちゃってます。共通試験、はい共通テスト、共通テスト、そのセンターに変わるやつ、あれはどうなんですか。あれはセンターとあんまり結構違うんですか。英語は全然違います。違う、もう読解問題だけですからねリーディングは。ああなるほど。一切の発音アクセントとか文法問題ゼロです。リスニングは難しくなります。あそうなんですか。長くなって半分半分ぐらい、一応点数100点100点なんですけど、でも大学によって違うので気をつけなきゃいけないです。大学によっては 0.4 にするとかリスニングはとか、なるほど、1対 0.4 とかにするとかっていうのもあるんで一概に言えないんですけど、リスニングが1回しか読まれない問題も増えるんで、今までセンター試験全部2回読まれてたのが1回になるんで、だからだいぶレベルは上がります。アメリカ英語なんかイギリスも出すっては言ってます。イギリスも出しますよとは言ってるんですけど、どの程度出てくるか全く予想はできないです。スピーキングライティングはないですよね。ないです。そういうのが入試なんですよ。なるほど。じゃああつさんが難しいと感じたのは上智と。上智むずいっすね。あれ絶対無理だと。学部とかわかんないですね。まあこれもう題名はもう僕ね、あつさんが一番難しいと思う入試問題をもう題名決まりました。でもホワイトハウスのやつ難しかね。うん。ちゃんと調べてください。上智のホワイトハウス。あれはずっと頭に残って難しかったなって思った。汚いで終わりで。結論で。ネガティブが最後にした。ネガティブ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。